宇宙を、そして科学技術を目指す若い皆さんに、若田さんからメッセージをいただけませんでしょうか。えー、その将来に向けて、夢、そして明確な目標を持って、いろんなことに挑戦していただいて、それは失敗を恐れずに、失敗してもそれを教訓として前進して、皆さんの夢をつかんでほしいなというふうに思います。